お疲れ様です、マピーです。今回は超ゴマパレード新ゴマアップ回していきます。そう、新年一発目にやってきたこのね、超ゴマパレードですよ。で、この超ゴマパレードというのは、毎月開催されてはいるんですが、今回は逆転祭の超ゴマパレードということで3体、追加されているだけでなく、今日は元日ということで、この星のかけら40個で11年引ける、これはね、もう今日引くしかない、この動画ね、多分今日上がってるからちょっとわかんないけど、いや、上がってるはず。もうあの未来の俺任せた、編集頑張れということで今日ね引きます。では早速引いていくわけなんですが、狙いはビーナスとバハムート、ルシファーももちろん欲しい、もう全部欲しいけど一番欲しいのはビーナス。10日のビーナスをメヒストリーダーで使いたい、メヒストマイスターの自分からと自分にとってはビーナスがめちゃくちゃ欲しいですということでやっていきましょう。って言ってもね、天井はあってね、あの11年するたびに、そう、ファーストコインっていうのがもらえるんですよ。そのファーストコインを、交換で使うことができるので、その交換をね、40枚、このコインを40枚集めれば、一応どれか好きなコマ1体に変えられます、はい、今回の新調コマね1体に変えられるということなので、そこまで回すとかはさておき、とりあえずね回しておいて損はないので、今から99年ほど回します。360個石があったんでね、はい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 、まあ、早速さ、もう初っ端の11連は爆死ということなんですけども、大丈夫です。爆死というのは全てのその1本の動画で何かしらのいい引きをすれば、さっきの爆死というのはもう忘れられるんですよ。なんで、ここでね22連目でかましていきたいと思います。はい、虹のかけらの混入が見えました。さあビーナス出てくれ。で、今回は進化と10日で排出されるので、そうだな、10日で排出されたら美味しいけど、全然進化でも構いませんということで、よろしくお願いします。ベルゼブブ、もう君の時代は終わったんだすまないベルゼブブ、もう君の時代は終わった。いや、まあ続きですね。はい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 、まあ、テンポよくやっていきたいですね。で、そうだな、環境の話でもするか。環境の話、メヒストの環境が果たして帰ってくるかどうかなんですけど、ファヌエルが弱くなってカミタンが弱くなる、でベルゼブブも使えないということ、使えないというか多分使う人がいないということなんで、悪くはないと思いますね。12月、先月に比べると、2019年12月に比べると少しは勝ちやすくなるのかなと思います。で、今回強化パーツとしてね、やはりこうビーナスが現れたので、もう俺はね、とにかくね、これビーナスが欲しすぎるので、ビーナス狙いでね、何度も何度もガチャを回して、おっ、これあれですね、いわゆる正月の時に、餅入ったりしてたじゃないですか、去年。あれと同じような演出で、おそらくこれ、新超ゴマが確定の演出なんですよ。激安、いや、新超ゴマというか、多分超ゴマが確定なのかな、ちょっと分かんないけど、新たな演出、これ出ましたね。では、引いていきます。ポチン、お願いします。ビーナス、ビーナス、熱くビーナス、燃えてビーナス。君の手が胸を焦げす、君はなね、ためらうなら忘れたいさ、滝翼世代やっていけ、ビーナスピ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 ーナス、おっしゅ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 、オッケーオッケーオッケー、これはねバウムと、よしよしよし、ちょっと夜中なんであんまり大きい声出せないんですけど、バウムと出ました、よしよしよし。しかもね、これ進化のバハムート、あの前回の動画見た人いると思うんですけど、進化のバハムートは今回の新調駒で最強の駒だと思ってます。狙ってた駒です。ありがとうございます。評価は間違いなく、というかその文句なしの10点中10点なので、これはね嬉しいです。ありがとうございます。よしよし、この調子で、新調駒どんどん当てていこう。2体目の、ね、バハムートが出てくれても構いませんし、とにかくね引いていくよ。新調駒全部出て、全部、はい、1体ずつでもいいからさ、とりあえず全部出て、てかもうあの全部出てっていう段階でもう煩悩の塊なんですけどね、2019年煩悩を全てこうリセットした状態で2020年に入った瞬間に煩悩がまた生まれてしまうんですけど、何お前、あ、お花見ドラゴン持ってなかった、なるほどね、まあ初期ゴマですね、構いません。はい、どうも、ゴリラッピーが来てますということでですね、はい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 、ルシファー来ましたよ、これやばい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 、来てる、これはね神引きの予感というか、もう神引きこの時点でねしてるんですけど、ただね、私はまだまだ煩悩の塊、貪欲に行きたいんですよ。つまりここで引いていくのはビーナス狙いですね。ビーナス狙いでまだまだ狙っていきます。で、所感としてはビーナスは10日、ルシファーは進化と10日、どっちも強くて、それからバハムートが進化が強いっていうイメージがあります。なので、つまりね、ルシファーの2体目も狙って続き回していきたいと思います。さあ頼む、ビーナス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 、マジでビーナス欲しい。あの今までね、本家シュクレとか欲しいなって思ってたけど、もう本家シュクレよりもビーナスの方がおそらく強いと思っててね、なんでしょ、まあここでね一回 S なしをね経験しておくと、一旦ここで S なしを経験しておいて、ここからですよ。あれこれ本当便利だな、この
駒箱がさマックスになっても弾けるっていうね、これすごい便利ですよね。今プレゼントボックスに行ってると思うんですけど、まあまあまあ便利ということでね、どんどんやっていきましょう。せい、はい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 、お願いします。ヴィーナス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 、頼む頼むヴィーナス。別ゲーだけど俺パズドラで一番初めに出たさ、ゴッドフェスで一番初めに出たコマ、あのカードじゃない、キャラコマ、キャラクターね、俺ヴィーナスだったんですよ。だからヴィーナスにはね縁があると思うんですけどね、ヴィーナス出なかったらね、まあしょうがないね。まあ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 、まあ、大丈夫、まだ星のかけらは130個あります。なんなら追っていくまである。これ130個を使って出なかった場合はさらにヴィーナスを追っていくまである。そして結局出なくて出なくてファーストコイン40枚使う羽目になるかもしれないんですけど、もうそれも覚悟で私はヴィーナスを狙いに行きますということで、よろしくお願いします。ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス。いやでも本当この段階でね、勝ちではあるんですよ。ルシファーとバハムートが出てるので本当にね勝ちではあるんですよ。本当大勝利ですよ。誰がどう見ても大勝利。正直言うとうわもう飯まずおつみたいなね、そんな動画になってるとは思うんですけど、私はねそれでも煩悩がねまだまだ溢れてくる、煩悩が溢れてくる、煩悩が溢れる、高まる、止まらない。よろしくお願いします。はい。今ね金の星、金星、ヴィーナス、金星ってヴィーナスって言うよな、金の星だよな、今の金の星が入ったよな、もうヴィーナスってことでいいでしょそれね。あ、合ってたっけ、ヴィーナスって合ってたっけ、合ってたよな、頼む。オッケーオッケーオッケー、やっぱねこの演出熱いはずなんだ。もっと S ちょうだい、もっと S ちょうだい、もっと S ちょうだい、もっとちょうだい、もっと1枚か、うん、3分の1じゃないのこれ、ピン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 、あー、アテナか、あーそうかそうか、超ゴマが確定ということが、なるほどな、新超ゴマが確定ではないようです、どうやら。はい、ここで分かりました、新超ゴマが確定ではない、超ゴマが確定の演出だと思われます。はい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 、なるほど、アテナか、去年の正月の超ゴマですね。まあまあまあな、その去年のことは忘れてね、はい、切り替えが大事ですよ。今年から新たに一歩を踏み出したい、そしてその一歩を踏み出すにはヴィーナス、君が必要だ。ヴィーナス、私と共に来てくれないか。どうだヴィーナス、私だったら君を 100% の力で、君の力の 100% 引き出す、そんなねプレイングができる、日本一の能量メヒト使いをなめるな。うーん、タムラウル、これ2枚目じゃない、まあ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 、いや本当にね能量メヒトリーダーでねヴィーナスが欲しすぎるので、まだまだ回します、まだ回します。はい、諦めるな、諦めるな、マッピー会長。ヴィーナスだろ、ヴィーナス、一番狙いはヴィーナスなんだろ、あの子のことが好きなんだろ。告っちゃえよヴィーナス、付き合ってください、よろしくお願いします。好きです、好きです、好きです、心から頼む。よしよし、今ヴィーナス、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 はいはい、アルブトラウムと、なんだっけお前、ヘパイストス。全然関係ないな。ヴィーナスのビの字もないわ。スの字はあるけど。ってことで、出ませんでしたので、ここからね、はい。ここからですよ。よーく見てなさいよ。さあ、お待たせしました。はい。かけら200個追加してきました。で、33年引いてサービス分11年引いてその後22年引けるので66年できます。プラス松パックを買ってきました。この松パックでヴィーナスを一撃で仕留めたいと思います。はい、ここで一撃で仕留めるはず。なんならね、まあ、ヴィーナス以外だとフリージアとか持ってないのでフリージアとか出てもいいんですけど、よろしくね、まあ、とにかくヴィーナスが欲しすぎるので、ここでヴィーナス出てくれたらもう本当にね、ハッピーエンドです。はい、私にとってはハッピーエンド、視聴者の皆さんにとってはバッドエンドかもしれませんが、私が良ければそれで良い、なぜなら動画が出せるから。アークワン、アークワンか、これ3体目かな、まあ、アークワンは3体目なので別に狙ってはなかったんですけど、まあまあいい引きではある。このコマはギフトボックスに送付しました。了解です。はい、では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 、ここからが本番よ、ヴィーナスよ、もう一度私に振り向いてくれ。いや一度も振り向いてくれた覚えなんてないけどね、本当にね、あのね女性にはね振り向かれたことなんて一度もないんですよ。ただヴィーナスがその第1号となってくれるような気がしてるんですよ。僕の運命の人は君しかない、頼むって出ないよこれ。今ね、あ、もうそういうことなのか、ヒゲダンディズムの今プリテンダー状態だなこれ。グッバイ君の運命の人は僕じゃないわけねえだろうが、前の運命の人は俺なんだよ。頼む。ヴィーナス、ヴィーナス出てってお願い。俺、この動画だけでヴィーナスって何回言ったんだろうね。カウントしてくれる人いるかな？いや、そんな人いないだろうし、ただただ疲れるだけなんで、そんなんで、ね、もう省くんですけど。あー、やばい。S コマ出なくなっちゃった。まあ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 。しょうがないしょうがない。ヴィーナスさんを射止めるには、これぐらいのリスクは背負わないといけないんですよ。そう。
なぜなら高嶺の花子さんだから。ヴィーナスは高嶺の花子。会いたいんだ今すぐその角から、いや違うな、会いたいんだ今すぐそのガチャから飛び出してきてくれないか、かけら集めてきたからね僕の元へ。頼むヴィーナス、お願いヴィーナス、かい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 、一枚。いやでも超ゴマでしょ、身長ゴマだ、限らない。あ、サタンね、サタンな、アテナといい、サタンといい、去年引きずりすぎてる、去年を引きずりすぎている、前の女性を引きずりすぎてる、この流れはよくない。頼むマジでヴィーナス来いってお願いだって。ヴィーナス、わちゃ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 、この演出続きあるぞあるぞあるぞ。会いたいんだ今すぐそのガチャから飛び出してきてくれないか、頼む頼む頼むヴィーナス。はい、1枚、黙る。これはそうだな、 また進化で出たけど、バハムート2体目。よしよし、嬉しい嬉しい、ありがとうありがとうありがとう、ありがとうバハムート、君の気持ちは伝わった。では次はヴィーナスを射止める番です。はい、もう完全にね、バハムートは攻略完了ということで、来い。うーん、ぬぬぬぬぬ、お願いヴィーナス来て、俺こんなにガチャ行くの久しぶりなんだよ、超ゴマバレンさ、頼むよヴィーナス来てよ。あー、はい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 、 S なしね。次が最後の11連になるかな。ちょっと待ってよ、今ファーストコイン何枚ある、ファーストコイン何枚あるかな。それによっては全然追ってもいいぐらいのレベルなんですよ。でもね、あれなんですよ、何よりね、ヴィーナス使いたいのもあるけど、欲しいってのもあるんですけど、動画出したいってのもあってね、皆さんにね、その紹介したいってのがあるので、うん、やっぱりこうオセロニアを配信している配信者ですから、こういうね、新長駒が出た暁にはしっかり引いてね、その役目を果たすために頼むよ、ヴィーナスを紹介させてくれよ、ビクトリア。くー、ヴィーナスの美の字はある、美の字はあった、美の字はあったんだよな。ちょっと待ってね、今ね、このコイン何枚あるか、あ、アセット更新。一体いつから星のかけらがなくなっていたと錯覚していたということで、サードインパクト、まだヴィーナスを狙うぞ。で、今確認してきたんですけど、ファーストコインは19枚ありました。つまり最低でも21連すればヴィーナスは手に入ります。青天井っていうわけではないので、はい、天井はあるのでよろしくね。さあ頼む。でもね、正直言うとあんまりね、その星のかけらね、使いたくないっていうかさ、うん、安めに済ませたいよね、ほんと早めに早めにね、済ませたいよね。ただね、もう勝利はしてるんですよ、正直言うと。バハムートとルシファーは手に入れられてる。ただ私はね、大勝利をしたい、ただの勝利ではなく大勝利をしたい。まあ、なんなら大勝利と言ってもいいかもしれませんけどね、この2体が出てる時点で。ただね、大勝利というのはヴィーナスの先にあるんです。はい、ヴィーナスが欲しい、まだ引く、俺は引かないぞ。いや、その引かない、いや、だから撤退の引くは引かない、引かないですよ、引きますよ、ガチャは引きます。はい、頼む、ヴィーナス来い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 、もうとにかくヴィーナス来い、一番欲しいんだよ君が。オッケー、ブレた、よしよし、 S の羽振りが良くなってきた。ここからですよ皆さん、ここからが本番なんです。いいですか、1枚2枚来てる、ヴィーナス、ヴィーナス、ヴィーナス、黙ります。うわ、今ちょっとヴィーナスに見えた、こいつあれだ、あのラクシュミーだ、ヴィーナスに見えちゃった、ヴィーナスに見えてもうたやんか、ちょっとややこしいですね。しかしサービス11年、このサービス11年で仕留めてみせましょう。そうするとかけらが170個を、そう、170個余るので、もうね、かけらっていうのはね、余ってなんぼっていうか、余ってね、あの、得していきたいものなのでね、はい、できるだけ使いたくないんですよ。こんなにガチャ引いてる動画今まであったでしょうか、あったかな。いや、まあいいや、とりあえずそんなことはさておき、本当にヴィーナスが欲しい、頼む。ファヌエルは、ちょっとあれだな、遡っちゃったな、2年前に遡ってしまったな。違うんだよ、もう過去のことはもう清算済みなんだよ、もうね、そういうね、過去の煩悩なんて捨てて、今を生きることが大事。そう、過去と未来の狭間に僕らは今生きている、目に映るこの瞬間、二度と戻らない時間。あ、そうです、ヒカキンさんとセイキンさんの代表曲今です、皆さん聞いてくださいっていうのはね、さておき、はい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 、過去と未来、あー、引かない、ヴィーナス引かないよ。まあ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 、じゃあスキップしよう、もうこれは、うん、この S なしの演出はもうスキップします。はい、ここからね、うん、頼むぞヴィーナス、来てよね、来てよ、好きなんだよ、ここに来て、ヴィーナス来る、よし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 、久々に見たよ、その金の星のかけら、来い、頼む、お願いだ、ヴィーナス来てくれ、来てくれ、
君の力を 100% 引き出してあげるから、最後の1枚、残り物には服があるんだ。最後の1枚で仕留めろ。去年だ、また去年に戻ってるんだよな、去年に戻ってる、違う。さあ、まだ33例いけます。はい、あのサービス分があるのでお願いします。来てる。本当にね、あの心臓ギュッて握り込まれた気分、金の星のかけらがいると超ゴマ確定です。よろしくお願いします。頼む、ビーナス。1枚だな、1枚いいよ。それがビーナスだったら、あれ、え、待って、んおかしくね、あれさっきアーカーン出たよな、マスパックでこの演出出るの。あー、そう、そういう時もある。あー、ちょっと今ドキッとしちゃったな。まあ、ぬか喜びですけど、いいんですよ。うん、ぬか喜びする余裕があるうちはいい。オッケー。来てるよ、流れが。頼む、お経唱えます。あの安玉労働 COCO アンデーソンデー副人図形、安玉労働 COCO アンデーソンデー副人図形、この魔法の、いや魔法ではない、お経で引いていけ。あらすくー、めっちゃでもいい引きしてるんだよな、めっちゃいい引きしてる、いい引きはしているんだ。だが俺は諦めない、ビーナス出てくれ。 OK、 サービス11で20かけら、ビーナス頼む、ビーナスが欲しい、ビーナス頼む、どれかは、俺は勝つ、お前に勝つんだ、ヘビでいてくれてありがとう、ヴィーナス、神ゴマでいてくれてありがとう、どれかは、頼む、うわー、ユニー出ませんでした。いや、もうさすがに撤退かな、一旦。お、星のか、あー、そうか、緊急メンテがあったからな、なるほどな。いや、ちょ、これ、やばい、引きすぎた、これ。ちょっと待って、今、コイン何枚、うおー、でも13枚か。そっかそっか、分かりました。うん、ちょっとね、分かりました。はい、分かりました。ラストチャンス、やっていきましょう。もうこれ以上はかけら買いたくないな。でもはっきり言っていいですか、このラストチャンスで出なかったとしても俺はビーナス諦めないからね。このファーストコインっていう制度があるので最終的にビーナスは手に入れられるんですよ。うん、ただそれまでにどこまで節約、はい、スキップでーす。これはもう S5 は出てないんでね。そう、はっきり言います、もうビーナスはね、取ります。このね、ファーストコインで絶対に取るんですよ。もう取るんですけど、それでもね、やっぱりこうね、ガチャで当てたいじゃん。うん、なんかこう金の力を使ってビーナスさんを落としましたみたいなね、そんなね、なんかこう嫌なんですよ、そういうね、お金で落としましたみたいな、お金でこの人のことを落としました。いやー、まあでも正直そうですよ、どんなガチャキャラなんてそうなんですけど、私はね、本当にね、ビーナスに恋をしているんだ。そう、私恋をしている、福山雅治のような面持ちで、頼むってビーナス、お願いだって、私と、いや頼む、ビーナス来いよ。はい、オッケー、よかった、今よかった、ブルーらなかったから完全にダメだと思ったけど、ちゃんとこの、え、あの音を聞きました、 S ゴマの音。2枚、何、ラーバガンか、ラーバガン、なんでここでそんなこうお、ラーバガンか、持ってなかったから嬉しいけど、いやー、ちょっとな、なんかぬか喜びというかな、うん、まあぬか喜びですな悪いけど言っちゃ、頼む、ヴィーナス来いよ、お願いだって、頼むよ、これ動画の時間どれぐらいになってるから、まあいいや、ブルって、あ、ダメだ、うわ、スキップだ、やばい、ドツボにはまってる、やばい、ビーナスどころか超ゴマすら見当たんなくなってきた。頼む、お願いだ来い。今のところルシファーが1体とバハムートが 2体か、ルシファーの2体でもいいんだけど、本当はビーナスが欲しいから、ビーナス、やばい、 S9% じゃなかったっけ、やば最後の11連か、じゃあよろしく、頼む、最後の11連これで出てくれたらリアルに泣くと思う、頼むよ来てる、最後の11連でこの演出、これは間違いなくヴィーナスが出る、そんな予兆と俺は感じ取った、運命を感じる。さあ頼む、俺のこの人差し指が指し示す先に俺の求めるものがある、そうだろ、
1枚たった1枚からヴィーナスよ出てこえああセックメントかわあ嬉しいすごい嬉しいありがとう2体目だから嬉しい嬉しい正直言って結構嬉しいけどグッバイ君の運命の人は僕じゃないってことでヴィーナス出ませんでした。めっちゃ引いたんだけどな、もう何回引いたかも分かんないぐらい引いたんですけど、まあ出ませんでしたね。ってことで最終的にあかんあかん、こんなに引くのはちょっとさすがにちょっとマッピー会場の動画史上初めてかもね。動画でこんなに引いたのは、動画じゃないところではたくさん引いてね、シェイドと手に入れたりとかそういうのあったんですけど、こんなに引いたの初めてかもな。これ夢のかけらもあるのか、初夢のかけら。え、あ、これすごいよね。これね、持ってないやつ何でも1体取れるんですよ。これそう、多分ね CM 放送とかもしてると思うんですけど、これ持ってないやつ誰でも1体手に入れられるんでね、よかったらこちらもチェックしてみてください。これね結構いいコマ入ってるんだよね本当に。ほら能力ベストとかも手に入れられるんだよ、これすごくない。これね100枚あ、あえしゃま100枚あるんだよな。なるほどなるほど、あれないのか、あーフリジアがないのか、ちょっと残念ですね。まあしょうがないですね。ということで、はいはいはい、話が横道にそれてしまいましたが、今回いかがだったでしょうか。何回引いたかはちょっとよく覚えてないんですけども、あ、これでわかるな、このメダル何回もらったかでわかるな。で4回引くごとに1枚っていうか、そのサービス11連があるから、かけらの消費数でいうとちょっとあれなんですけど、330連ですねはい、330連回した結果、ルシファー1体そして、バハムートが2体という結果に終わりました。いやでもね正直いいです。うん、残りの7枚ぐらいは、まあ、全然ね追えないレベルではない。なので、今日中に残り77連して、最低77、最高77連か、最高77連して、このヴィーナスを引き当てたいと思います。なので、実質ねこの普通のガチャでルシファーとバハムートが出た時点で勝ちなんですよ。なぜなら動画が出せるから。はい、ということで、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。いや本当ねヴィーナスはしっかり手に入れます。手に入れた上でヴィーナスの動画も出せますし、ルシファーも動画の出します、そしてバハムートの動画も出します。ということで、ここからね1週間ぐらい新調コマの動画ばっかりになるかと思うんですけども、それぐらいを覚悟の上でよろしくお願いします。ということで2020年いいスタートを切れたと思うので、今後もマッピー会長のことを応援してくれるという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では今日はこの辺で終わります。ここまでご視聴ありがとうございました。皆さんこのガチャ、チョコマパレードを引きましたでしょうか。こんだけ出たと、こんだけ引いてこんだけいいやつが出たとか、そういうのねありましたらコメントお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。